はい、ということでやっていきたいと思います。さあ、今さっきの話をね聞いて、どちらを止めるかっていうセレクトなんだけどね、ここはやはりねヒロインを守るべきじゃないかと私は思う。やめましょう、リヒターさん。何をする、エミル。そこをどけ。やだ。嫌です。どけ。やだ。僕は人間です。だから自分のことは自分で決めます。これまさかの名言。エミル、名言だろうな多分。逃走。エミル、あ、やべえ、飛ばしちゃった。お前を切りたくはない。どけ。切りたくない。二人の話はよくわからないけど、でもこんなのダメです。ちゃんとお互い話し合って。平和主義者かエミルは。足を引っ張るなと言ったはずだがな。アクア、出てこい。誰だアクアって。はい、リヒター様。こいつか、さっきの声の主は。そいつを足止めしろ。ただし、やりすぎるね。化け物が喋った。誰が化け物よ。人間無税がバカにして、私にはセンチュリオンアクアって名前があるんだからね。ちょっとすいません、一旦区切ります。すいません。はい、ということですいません、やっていきたいと思います。まさかのまた親フラグっていう。あの子追い出しちゃって。ちょっと背後を狙ってやられるとかダメでしょ。え、バトル。あ、ん、思い出した。なんだよ、よかった。まあ、とりあえず回復しましょうか。回復じゃない。セーブだ。まあ、ついに1時間を超えた。収録時間1時間超えた。で、どうすんのこれから。あの神に突き飛ばされちゃうだけでしょ。ちぎりを結ぶのです。ワッツちぎり。え？ウェッ。なんかいかにも悪そうなのが出てきた。また喋る化け物。化け物ではありません。私はセンチュリオン、センチュリオンテネブラエです。センチュリオンテネブラエ。なんかさっきからセンチュリオン、センチュリオン、うるさいな。今のあなたでは扉の向こうにいる魔物は倒せない。ちぎりを結び、ラタトスクの騎士となるのです。そうすればあなたはラタトスク様の力を使うことができる。何言ってるの。説明している時間はありません。何言ってるのマルタ様が危険だ。危険だと。だけどそんなこといきなり化け物じゃないのか。センチュリオンに言われても。おっと、考えてます。また声出しましたけど。その声。あ、そのこのテネブライの声。うおーとかって泣いてたのは。マルタ様はあなたを探していた。命の恩人であるあなたを。あなたは騎士として選ばれたのです。僕が。さあ、契約を。さあどうするか。まあもちろんここは契約するだよね。契約するよ。承知。承知。何時エミルに命ず、内なる力を解放せよ。目覚めよ魔を狩る人。よかったね、魔女狩りじゃなくて。魔女狩りだったらなんだっけ、火だるまのような人だよね。イノケンティウスで今一瞬だけど復
装がかほら変わってる、なんか服装変わってる。ここにいるのよ。陰剣テネブライ。さあエミル、行きますよ。なんだ陰剣テネブライ。やるっての？後悔しても知らないわよ。うぜえ。後悔するのはそっちだ。待て、性格が違うぞお前。赤い赤い。目が赤いぞ。そして剣も持たずに拳を握って。何これ。ああ、魔人剣。何これ。B ボタンと。あれ B ボタンと。あ、TP がもうないっていう。悲しき事実。うわー、魔人剣は5消費するのか。せいせいせい。おお、ダメージ減ってる。よしよしよし、いけいけ。痛い痛い痛いだろこの野郎。魔人剣トーチングとかやめろし。何なんだトーチングって、やめなさい。血が足りねえな。よーし終わったぞ。はエミルのレベルが3になりました。リカバリングのスキルを覚えました。エレメンタルのかけら、待って何これ、ね、エレメンタルってなんだよ、なんだよエレメンタルって、わかんねえ。エレメンタルってなんじゃ、それもかけらとか。エミルは称号ラタトスクの騎士を取得しました。何今の。ラタトスク様の力があなたに憑依したのです。なんか僕じゃないみたい。ラタトスク様の力ですから。分かったような分からないような。ところでアクアはどうしちゃったの。僕アクアには何もしてないよ。センチュリオンは自分では戦いません。配下の魔物を操ります。ということはリヒターの下にいるアクアの下にいる配下が戦いに出るのね。アクア自身は出ないんだ。魔物が倒れればセンチュリオンも力を削がれる。あー、めんどくさいな。そう、よかった、無事ならいいんだ。まあ平和主義者だからね。マルタ様を追いかけましょう。リヒターも潰すために追いかけないと。あれ、今は何か習得したよね。うん、習得したね。スキルのようですね。スキル？スキル？戦闘を有利に運ぶ特殊機能。今若干イントネーションおかしくなかった。スキルはレベルアップなど各種の条件で習得します。レベルアップしたよ。キャラクターによって習得するスキルは様々です。習得したスキルはメニューのスキル画面で使用するしないの設定が行えます。使いやすいスキルなどを選んで設定してください。ですがスキルには一度に設定できる限界があります。各スキルのスキルポイントの合計が個人の持つスキルポイントの限界を超えてはいけません。よく考えて設定してください。はーい、わかりましたか。わかりました。うん、なんとなく。なんとなくとか困るわ。大丈夫、多分。先が思いやられますだってよエミル君。信じるものはできるのかな。できます、あなたならきっとマルタ様を救えます。
ラタトスクの騎士としての力を信じるのです。でも人間のことわざにあります、信じる者は救えると。あんなんか違うような気がするけど、まあいいや。ありがとう。まあいいやって。とにかくやってみるよ。あーアクアか。ちょっとじゃあセーブさせて、先にセーブ。いやでももう時間だな。じゃあ今回は最後に習得したスキルについてね、ちょっと見たいと思います。これかな。魔人剣、魔人剣。いや魔人剣じゃなくてさ、待った、スキルってどれだ。あれかな、バトル中のみ。まあ多分そうだろう。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。